エドウィン・カルロス・ウェッディ・コロン・コアテスは、プエルトリコ産ファン出身のプロレスラー。父は、プエルトリコの帝王ことカルロス・コロン。兄は WWE で活躍したカリート。親戚には、WWE に所属している、エピコがいる。父カルロス・コロンの団体、WWC にて兄である、カーリー・コロンと共に1999年にデビュー。 WWC ユニバーサルヘビー級王座を6度、WWC プエルトリコヘビー級王座を5度獲得するなど、団体のトップレスラーとして活躍した。兄カーリーとは一度だけ、共に、WWC タッグ王座を獲得している。兄である、カーリーコロンが2004年に、カリーとのリングネームで、WWE デビューを果たし、その後を追うように、 WWE の株団体である FCW と契約。FCW では、エリック・ペレスと組み FCW フロリダタッグチーム、王座の初代王者となる。2008年8月、RAW のゼネラルマネージャーであるマイク・アダムルの中途半端な紹介を受けて、初めてテレビに姿を現す。翌週の RAW にて、兄かり糸に噴したチャーリー・ハースを相手に、 正式デビュー戦を飾り、勝利を収めた。RAW では、その一戦しか行わず9月12日に、スマックダウンに移籍。兄カリートと組ジエッジヘッズとのンタイトル戦ながら、対戦し、勝利を収める。翌週のスマックダウンでは、兄のカリートスカバナにて共演。ジエッジヘッズの保持する、WE w タッグ王座に向けて、宣戦復刻した。 さらにその翌週のスマックダウンにおいて、ジェッジヘッズに勝利し、WWE タッグ王者となる。その後は、タッグ戦線で活動し、ザ・ブライアン・ケンドリックエゼキエル・ジャクソンと、交争した。2009年2月頃から、世界タッグ王者のジョン・モリソンザ・ミズと構想。4月5日のレッスルマニア25にて、モリソンミズとのタッグ王者統一戦に勝利し、 統一タッグ王者となる。同年の追加ドラフトにより、兄のカリートと共に、RAW へ移籍。6月28日のザ・バッシュで、試合直前にスマックダウン GM のセオドア・ロングにより、トリプルスレッド形式に変更された、統一タッグ王座戦で王座を失う。その後に何度か王者組と、再戦するが赤敗し責任を自分に押し付けられかリートから暴行を受けた。 7月のナイトオブチャンピオンズでは6パックチャレンジ形式の US 王座戦にはビッグショーの代わりに出場し途中にコンビネーション技を決めたりし終盤にはガリートが王座を譲るような仕草を見せたがカバーに行く途中背中を向けたところでバックスタバーを観光され惜しくも王座を逃した以降はジョバー的な役割での登場が多くなる 2010年5月6日の WWE スーパースターズでカリートと対決した際にタッグ再結成を持ちかけられ大託。翌週の RAW でテッドデビアスジュニアに買収されカリートと共に R トゥルースを吸収しヒールターンした。しかし5月21日にカリートがウェルネスポリシーンのため WWE を解雇されたため主に ダークマッチへの出場が多くなった。NXT シーズン3ではアージを指導するプロを担当した。その後は状況によってベビーフェイスかヒールか分かりづらい位置にいたが、2011年1月13日のスーパースターズで8人タッグマッチにおいて吉達らのベビーフェイス軍団に参加。ザックライダーに強烈なトルネード DDT を決めるなど勝利に貢献した。 しかし、翌週1月20日のスーパースターズでは、何事もなかったかのように、ライダーとのタッグで、ヒールとして登場した。1月27日放送の WWE、スーパースターズでは、ライダーとのタッグ結成を表明し、DZP というタッグ名で活動していたが目立った。成績を残せないままタッグは、自然消滅した。11月11日に収録された。 スマックダウンにはフニ、ふにコいとこのエピコのセコンドとして、久しぶりに登場した。翌11月17日のスーパースターズには、エピコとタッグを組み、ウーソズに勝利した。また、11月30日、12月1日に、横浜アリーノで行われた、RAW ワールドツアー、日本公演に出場している。その後、エピコと、本格的に、 タッグチームを組むことになり、ローザ・メンデスがマネージャーとして帯同。2012年1月、WWE タッグ王座を保持していたエアブーンのエヴァン・ボーンがウェルネスポリシーに違反したことにより60日間の試合出場停止処分が下されたため、緊急措置として15日にカリフォルニア州オークランドにて行われたハウスショーでタッグ王座をダッシュした。 数ヶ月間王座を守っていたが、アール・トゥルースキングストン組に王座ダッシュされ、再選権もマネージャーのオータム・ウィンターの裏切りによって手放すこととなってしまった。その後もタッグ戦線で活動。2013年9月、フェルナンドと闘牛のような全身タイツを着用したミニ、エストレージャであるエルトリートと共に、闘牛士ギミックであるロスマタドールズとして再出発。 リングネームも、ディエゴへと改名し、プロモーションを展開。9月30日の RAW にてデビューし、3メガバイトを相手に解消した。2016年4月、プリモに名前を戻し、プロモーションを開始。アシオンの、あざ固め WWE タッグ王座、WWE プロフィール。ありがとうございます。